スタートですね。ん？何持ってんだ？それが今持ってんだ。あ、本当だよ。綺麗。もうちょっと待ってください。今からアイスを買います。はい、それではお待たせいたしました。お時間になりましたので、これからピララ君のお食事タイムを始めます。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、元気よくありがとうございます。本日は中川水遊園にご来園いただき誠にありがとうございます。さて、早速皆さん水中トンネル上をご覧ください。バケツを持った飼育員さんがいます。その飼育員さんが上から順番に餌を落としていきます。そんな飼育員さんに向かって、今から私と一緒に手を振って合図を送りたいと思います。皆さん準備はバッチリですか？行くよ。はい、それでは行きます。飼育員さんよろしくお願いします。はい、皆さんの合図バッチリ届いたようです。それでは早速上をご覧ください。まず初めにご紹介していくのは、全身が黒くて丸いお魚、ブラックゴロズマというお魚です。さあ、どれかわかるかな？はい、丸いお魚ですね。はい、で丸いお魚ブラックゴロズマにあげていく餌は、今落ちたあの食べたの見えましたか？今食べたのバナナです。はい、そして続いてご紹介していくのが、今度体型が細長くて竜のようなお魚、ニョロニョロとしたお魚、シルバーアロワナです。どこにいるかわかるかな？はい、入り口あたりと、はい、トンネル入り口側から見て右側を泳いでいるシルバーアロワナですね。はい、シルバーアロワナには今度なんとこのアジをあげていきます。はい、コロ様が食べ終わったら次はアジの出番です。はい、今アジ落ちてきたの見えましたか？真ん中にアジの切り身が落ちてます。それをピラル君が食べてしまいました。はい、実はこのアジ、ブラックコロ様も大好物です。食べ過ぎ。なので最近横取りをしてブクブク太り気味です。本当にほら、あれなんか太りすぎてる。はい、何？ああ、一緒にぶつかったよ。あ、バナナさん行っちゃった。はい、それでは皆さん続いてトンネル出口側ご覧ください。出口側ピラル君の出番ですよ。はい、アジをね、半分に切ったものをあげていきます。出口側です。いきますよ。はい、狙いを定めて餌を落とします。はい、今見えましたか？一瞬パクって食べました。今食べたのがちょうど真ん中を泳いでいるピラル君です。水遊園では全部で5匹のピラル君を飼育しています。はい、それでは皆さん、もう一度トンネル出口側をご覧ください。ピラルクですよ。行きます。はい、狙いを定めて餌を落とします。出口側です。本当に5匹いった？うん、本当に5匹いった。はい、今食べましたね。今一番初めに食べたピラルクは、体が一番小さい、名前はロクちゃんというピラルくんです。それぞれちゃんと名前もついているんですよ。はい、続いて出口側をご覧ください。いきます。せーの。あーれー、あー食べてないと。はい、味を小さく切ったものをあげていきました。はい、そして次は味ではなく、こちら何のお魚かわかる？ニジマス。大正解。ニジマス丸々1匹落としていきますよ。本当に見える見える見える。さあ、次はどの子が食べていくのかな？
ですよ。誰が食べるかな。なんか違う人が落としてる。あ、違う面とか。はい、行きます。狙いを定めて、座を落とします。誰？落ちた。はい、今食べたのは入り口側にいるピラルクですね。もしかあれはあれもね。はい、それでは皆さん、トンネル出口側をご覧ください。行きますよ。せーの。起きた。あー。他のピラルクが食べてしまいましたね。あー。食べちゃった。はい。クンってしたね。さあ、次はどの子にあげていくのでしょうか。誰だ。さあ、まだピラルクを待ち構えていますね。じゃあ、それともあっちは誰かな。あそこにもいるじゃないの。どこら辺ですか。三体。はい。それでは、トンネル真ん中ご覧ください。真ん中ですよ。行きまーす。はい、行きますよ。せーの。おー。あ、ほら、浮いているよ。これ掃除できたらすごいよ。はい、それでは、もう一度トンネル真ん中です。行きますよ。真ん中行きまーす。せーの。お、はい。次も見事食べることができましたね。はい、お客様にお願い申し上げます。真ん中だけ行き来できるように、上通路だけお開けください。ご協力お願いいたします。さあ、そろそろお食事タイムも終わりに近づいてきました。次が最後の一匹です。出口側をご覧ください。最後の一匹ですよ。はい、行きまーす。さあ、最後は食べるつもりだよ。以上で5匹のピラルクーをご紹介していきました。